はい、皆さんどうも、今回はファイビックスが出しているビストンの X10 用のタングステンポイントの検品と一緒に商品レビューをやっていきたいなと思ってます。よいしょ。いっぱいあるんですけど、いろんな会社さんからの注文も今たくさん入ってますんで、これを検品のためにきれいに開けたいのですが、多分できないので切っちゃいます。毎回カッターをどこかにやってしまうので、もうこの際首からかけておこうかな。これはきれいに開けるのがめちゃくちゃ難しいな。きれいに剥がせるかな。こういうのをね、きれいに剥がす方法をご存知の方がいたらぜひ教えていただきたい。よいしょ。僕自身あんまり器用ではないので、こういった作業には本当に神経を使いますね。よいしょ、1個目が開きましたって、いきなりちょっと分かりますかね、ここにパッケージの割れがあるんですけど、以前の動画でもお伝えした通り、パッケージの割れ、傷っていうのは基本的に、まあ、保証対象にはならないので、で、まあ、ポイントの検品なんですけど、基本的には重さを計測していくことになります。まあ、今回のこちらは120グレインなので、まあ、その誤差がどれくらいあるかっていうのを測っていきます。よいしょ。これすごい動くな。119.6。ちょっと画面の中に入ってないんですけど、重さをメモを取っていっています。119.4。いや、これはちょっと重いな。120.2。基本的に誤差値が1グレインを超えるようなものはあってはならないので、それが出ないかちょっと心配なところではあるんですけども、あとでこの動画のこの辺りに1グレインという単位がグラムに換算するとどれくらいの重さなのかっていうのを、まあ、出しておくと思うので、これがどれだけ細かい数値かというのが分かっていただければと思います。危ない。グレインというのは確か麦の重さかなんかから来てるやつだったと思うんですけども、前半6本が終わって今のところ1グレインを超える誤差っていうのはないので大丈夫かなと思います。よいしょ。今のところこのポイントを10ダース以上検品をしているんですが、1グレイン以上の誤差が出たものっていうのは今のところ1個も1ダース分もないので、本当は理想を言えば、ね、誤差値が本当に、まあ、コンマ0以下が理想ではあるんですけども、まあ、なかなかそういった加工が難しいというのも現実という話をしてたら、ね、コンマ0の誤差のポイントが1個出てきましたね。よいしょ。これの数値はさすがに画面ではちょっと見えないかなと思うので、何番目のポイントが何グリーンだったかというのはまた後で画像に出しておこうかなと思います。後半戦永遠に120ジャストしか出てこないですね。あ、と言ってた軽めのものだ。幸いなことに今回の箱というのは大きな誤差値が出てこなかった、1グレイン以上の誤差値がなかったので、
基本的にはこれで検品が終わりです。実際にこの重さ測っている時になんですけども、まあ、ここのシャフトのブレークオフの部分ですね、この折れる部分になっているんですけど、これに歪みがないかとかを目視で確認しながら行っています。あとはポイントのこのシャフトと接するこの端の部分ですね、こういったところにも異常がないかを確認しながら検品を行っていきます。基本的にこういった全品の開封検品をしている会社さんというのはないと思います。正直めちゃくちゃ手間がかかります。うちの場合は唯一の利点としてにはなるんですけども、まあ、そこまで取引量が多くないというところが一つのポイントで、そこまで多くない量で商品を入荷して販売を行っているので、まあ、全部の検品をしても、まあ、言ってしまえばこのポイントの検品だけで、まあ、今5ダースとかあるんですけども、おそらくはまあ30分以内に終わっていくだろうというところなので、これもちょっとここに日々ちょっとね、先ほどの日々が入っているっていう話を、まあ、ここの日々ですね、入っているところの話をしたところでカメラの電池がまさかの切れまして、よいしょ。なのでまあその続きからになります。まあ、傷つけないようにこのパッケージを開けて、よいしょ、中身の検品をやっていきます。この動画撮るのも営業時間中にやってるので、動画中にお客さんが来ることも十二分にあるので、そういったところで動画がたまに途切れるっていうのはあるんですけど、そこはちょっとご容赦ください。よいしょ、もうちょっと寄れば見えるかなと思います。これで重さがちょっと見やすくなったかなと。119.6 ですね。これは120ジャストですね。このカメラは本当はスーパースローを撮るために買ったカメラなんですけど、まあ、まさかこんな感じで使用することになるとは思ってもいませんでしたね。前々から商品の検品動画や紹介動画を撮れとお客さんによく言われてたんですけど、皆さん僕めんどくさがりなんでそういったところやっていなかったので、よいしょ、まあ、こういうのをやっていくということになりましたね。より皆さんに商品がどういったものか、まあ、どういった検品を通過して出てきているのかというのを分かっていただけると、まあ、僕も嬉しいので、こういった動画を撮っていこうかなと思っています。この動画が公開されている YouTube チャンネル、昔の動画に遡ると、とんでもねえスーパースローの無駄遣いをやっていたりするんですけども、まあ、それもご愛嬌ということで、時間があるときに見ていただければ、まあ、見て何かのためになるかと言われれば、多分、時間返せって言われると思うんですけど、センターロットの先にとある人形をくっつけて打ってみて、その人形がどういった挙動をするのかというのを撮っていたり、人形のメーカーさんに怒られないかなと思うんですけど、まあ、あとはうちが出しているサファリダンパーシリーズのパンダをサイトピンにくっつけて回すという、まあ、口で言っても全くどういう状況かわからないと思うので、それはぜひ動画で見ていただければと思います。よいしょ、基本的にはそうですね、誤差値はやはり出てこないかなと。実際にこの X 線用のタングステンポイントなんですけども、まあ、韓国代表の選手も何名か使ってくださってるということで、まあ、誤差が少なくて使いやすい、まあ、値段もちょっと安いっていうのでよく採用していただいているものだというふうには聞いています。で、最近だと日本の選手も何名か使ってくださってるということなので、まあ、うちとしては非常にありがたいですね。実際に今までブースでもその韓国で売ってるのに日本ではなんで手に入らないんだと言われたことが多々あったんですけども、ついこの間10月ですね、の全日本ターゲット選手権大会の時までこの商品を仕入れることができなくてですね、まあ、韓国でずっと売れてるせいでその海外への出荷ができない状態というので、まあ、5X 実は日本の他にも 5X ジャパンの弊社やってますけども、他にも実は 5X スペインやイタリー、まあ、USA もあったり、結構いろんな国に代理店があるんですけど、皆さんどこ行っても100回ねえよという話で、なかなか手に入らない商品だというのは話を聞いておりました。このポイント
あとひたすら3バースやっていくんですけど、ね、多分こっから先は早送りします。早送りさせてください。喋る間が持ちません。はい、ということで5ダース分の検品が終了しました。で、途中ちょっと検品のおそらく早送りしている動画の部分になるんですけども、ちょっと何とか電話が入りまして、ちょくちょく動画が飛んでいるかと思うんですが、ちょっと電話の音声が入るとダメですので、一度動画を止めて続きをそのまま行っていっております。で、今回の、検品での最大の一番重たいものっていうのが 120.2 グレインというものでして、一番逆に軽かったものっていうのが、119.6 かな、 119.4 かな、そうですね、確認したところそうなりますね。ですので、まあ、5ダース全体を測っても、まあ、誤差値が1グレイン以下ということになりますので、まあ、今回の検品は特に大きな問題はなかったのかなと思います。で、まあ、このタングステンポイントなんですけども、まあ、何が利点かと言われることが結構あるんですけども、まあ、一番単純に考えると矢の FOC バランスと呼ばれる矢の重心位置の調整ですねを、まあ、ちょっと行いやすくなったりということがあります。まあ、通常のブレイクオフポイントだとかなりポイントが長いですので、その長さの差によって矢の重心位置がちょっと変わってくることになるんですけども、まあ、その変わってくるところの数値というので矢の飛び方というのがかなり大きく違いが出てきます。で、それを調整するために、まあ、こういったブレイクオフポイントというちょっと短めのポイントが使われるという傾向にあります。で、特に
まあ、YouTube などでね、ワールドアーチェリーの動画とか見ていただくと分かると思うんですけども、矢の先端、かなり小さいポイントを使っている選手がいらっしゃると思うんですけど、その場合はほとんどタングステンポイントになります。ということで、この動画の途中でね、ちょっと来店が一人来たので、音声がちょっと途中で乱れると思うんですけども、まあ、このタングステンポイントの紹介はこういった形でした。まあ、また気が向いたら次の動画撮っていきますんで、またよろしくお願いします。